いやー、このサバも懐かしいっすね、もう。このサバも懐かしいっすよ。なんだか、感慨深いね。いろんなことしたな、ここで。なんか、いろんなことしたわ。もう何年も前か。あの頃の俺と今の俺は全然違うな。演説場とか作ったな。うわー、いや、本当の50人様はここだったんですよ。はい、こんにちは、くんです。3年半作り続けてる50人サーバーが実はあります。みんなが知ってる50人サーバーは本当は第4代目なんですよ。3代目か。第3代目のものなんです。そしてこれが初代の50人サーバー。すべてここで始まった。本当に全部ここから始まったんだよね。これがね、3年半ぐらい前なんだよ、やり始めたの。ここが最初の街だね。で、この東京都庁があってっていう。もうなんか何度もこれ知ってる人は何度も見てるんだけどね、このワールドも。知らない人ももしかしたらいるかもしれないですけど、世界樹とかも作ったなぁ。世界樹懐かしいなぁ。頭おかしいよ、これ多分規模。マジで。いかれてる。世界樹中もあるんだよね、一応。中もあって。で、世界樹のこの下もあるんだよ、下も。下もこうあって。ちなみにこれ全部サバイバルモードで作ってます。クリエイティブモードじゃないです、これ。ま、ガチでサバイバルしか使ってない、これは。本気でやってないです。俺は今観光用のために、別枠のこのサバを立ててやってるだけだから、クリエイティブで今、ウォッチングはできてるけど、実際のところは違います。ちょっと行ってみますか。この鉄道がどこに通じているか、見てみましょうか。2代目はですね、バトルフィールド4っていうゲームの上海を再現しようとして作ったサーバーになるんで、これは初代のサーバーです。今日から夢を作ってもらいます。サバイバルモードでやるので、何を作るかというと、シーシオープ、上海。あと残った連中だな。残った奴らどうしようか。あ、そうだ。紹介しよう。アドバイザー9000くん。これは、これどこだ？あ、これ倉庫か、これ。確か。これは倉庫だね。下にもある。俺、これでこれでね、この地下の倉庫があるんですよ。ほら、これ全部こう入ってるっしょ。資材関連は全部ここに入れてるんですよ。全部作りまくって3年間ぐらいやり続けてます。で、これがさっきの東京都庁の下の部分ですね。東京都庁の地下部分につながっていると。で、こう大階段があって、で、さっきあった東京都庁の今度西側かな、西側に行くとどうなるかというと、来ました、見えてきましたね。こういうイメージになってます。こういうイメージです。いやー、おー、久しぶりに見るがすげーな。ここはなんかビザンティンっぽいコンスタンティノープルをイメージして作ろうみたいに行った場所ですね。城壁もできてます。まあ、コンスタンティノープルから先に見るか。超綺麗なんだが。やべえな。これ、紹介っていうかね、これ、多分、サバ回るだけでね、多分、2、30分平気でかかるんですよ、これ。おそらく。それ以上の時間かかるかもしれないですね。こまめに見ていけば。これ、下、一軒一軒ちゃんとあるから。で？おー。すごいな、すさまじいな。で、こう上があってって感じかな。うわ、作ったな、これ。懐かしいな。こっち行くとね、スラム街と港があるんだけど、ちょっと逆方向行ってみますか、あえて。城壁ね、これ一周、この建物の城壁あるじゃん。この城壁ね、一周するだけで30分かかるから、確か。ただ、走って一周するだけで30分かかります。
そういう次元のサーバーです。城壁の外にさらに城壁があったりするから、この内側の城壁だけで30分ぐらいかな、大体。これ作ってる途中か、なんか資材が置いてあるな。そう、クリエイティブじゃないっていうのがわかるでしょ、あれで。そこ嘘つく必要ないんで。ここ何作ってんだ、門作ってんのか、これ。門作る途中で放棄されたっぽいな。こっちに行くと穀倉地帯です。これ全部作りました。これも。超綺麗だね、これ、金色は。金色で。おー、ちょっと成長している。やばいよ、これもう。やばすぎる。やばすぎるな、このサーバー、マジで。行かれてるわ。こっちに木があって、で、ほら、あそこね、木こりした跡とかあるでしょ、あそこに。あ、そうそう、ここからが、なんか工場、工業地区みたいな感じだね。こっち作ったのが。まあ、ここも何回も紹介したことあるけど。こっちは工業地区兼造船所みたいな感じです。ここもね、一つ一つ建物の中までちゃんと作ってます。ほら、内装も、工場っぽい内装でしょ。工場っぽい内装になってます。ちゃんと全部内装あるから、これ。あの、ハリボテじゃないからね、これ。ちゃんと内装もあって。ほんとすごい、このサーバー、マジで。誇れるサーバーだと思うよ、これ。なんかいろいろと。イメージ的にはこれ。ちょっとゴシック様式な感じの家が、家もちょっと立ち並んでいて、船が行き来できて、こんな感じでね、超でっかいドック、船を作ったりもできる、中には船を作ったりする場所みたいなのもあったら面白いと思います。だったら22日だね。22ですか ?22 だね。25とか6あたりどうでしょう ?23 で。23ですか ?23 でじゃあお願いします。24とかどうですかね ?23 だね。24はいいんじゃないですか、で、この中に、あ、そう、ここは造船区画か。ここに造船区画があって、で、こう川があると。で、ここら辺が、こんな感じで。あと、ゴーストタウン。おー、すーげーな、この辺。ね、こう、城があって。ここ、ちょっとゴーストタウンを作ろうみたいな話があって、今、ゴーストタウンを作ってます。だから、わざとこう、ぐちゃぐちゃの建物だったりとか。すごいいいね、これ、ゴーストタウン。すっげーいい感じ。おー、すさまじいなこれ。すさまじくね。ゴーストタウンを作ろうって話してて、作ってたんだな、これ。多分誰かが一番最後に話したのがこうゴーストタウンにしようみたいなのを話してて、ここは多分初見だね、俺も。これやばいわ、これ。で、こっちに行くと今度は悪の城があるんで、いつもたまにあれしてるやつ、で、こっちが崖の町だね。ここ全部海だったんですよ、実は。実はこれ全部海です。なんか不思議な地形になってるでしょ。これ全部埋め立てたんですよ。この、ここ、埋め立て地です、全部。もう全部これ、深海バイオームで全部埋め立てました。ご覧の通りです。全部埋め立てて、海が気に食わなかったんで陸にしました。すごいでしょ、これ。これめちゃ、これ相当だと思うよ、ここ。おなんかちょっと改良されてるな、これ。橋があってこっちに行くと大学があるんだよね。ここダムがある。ダムちょっと決壊してるのがいい感じで、ここが水の城か。水中神殿だ。水の神殿だっけ。全容が見えないですね、もはや大きすぎて。で、なんか、ここまあよく中身見せるよね。中身もすげえ綺麗だよ、これは。こんな感じで。中身も超綺麗。で、これが、あ、ここくんさんの家です、これ。で、ここが我が家だ。社長の小屋。入るとしよう。高床式になっておる。まあこんな感じだろうな。あ、これも俺が作った。ここもわしが育てた。内装がないですよ。ここもわしが育てた、この建物。
おお。